久保さん、諦めたらそこで試合終了だよっていう。まあ、久保さんね、ちょっと野球見てないと思いますけども、さすがに僕、ちょっとあの、なんか、ニュース、こう、なんか、なんだ、インスタか。インスタやってると、いろんな人があの、い <laughs> ろんなあのアップしてて、あの見たんですけど、あの、すごいですね。逆転優勝。うん、逆転優勝じゃない、逆転勝利ですね。うーん。 まあ本当に終わりよければ全て欲しいっていう感じでその僕も全然詳しくないですけどあの4番のバッターの人が全然打てなかったのかなで最後打ったっていうね <laughs> うすごいドラマみたいなあのまあ今日なんか決勝みたいですけどねうんまあ諦めなければあの勝てるかっていうと 勝てるかどうかわからないけどまあ諦めた時点でまあ実際終わりっちゃ終わりですよねまあネットビジネス頑張ろうと思ってね始めたけど諦めたら稼げることはないですよねだってやらないんだから <laughs> うんだからあのうん諦めたらあのか諦めずにやり続けたらか成功できるかどうかわからないけども一つの事実としてはもう行動をやめてしまった、えー、昔に戻ってしまったっていうことだったらまあ無理でしょうね それは一つの事実ですね。だから何も変わらないってことですね。やらなきゃ。うん。そう。だここがね、難しいところですよね。あの、どれぐらいやれば稼げるんですかとか、どれぐらい作業時間、一日どれぐらいですか一日どれぐらいやればいいですかとかね。久保さんのもとにもよく来てたと思うんですよ。一日何時間やればいいですかとか。 まあ僕の元にもね、来てましたけど、最近はさすがにちょちょその質問あんまり来なくなりましたね。僕相当やってるので、相当やってる人にそれを聞くかっていう話で、あんまり来なくなりましたけど、昔はいっぱい来てましたね。行ってらっしゃい。